アルドゥイーノとは、アルドゥイーノボード、および、アルドゥイーノ IDE から構成されるシステムである。アルドゥイーノボードは、AVR マイコン、入出力ポートを備えた基板であり、アルドゥイーノ IDE は、C 言語風の、アルドゥイーノ言語によって、プログラムを制作、コンパイルデバッグ投資、それを、アルドゥイーノボードに転送等々するための、統合開発環境と呼ばれる、 pc 上で作動させる一種のソフトウェアである。また、アルドゥイーノという名称は講義には、それらの開発、改良を行う一連のプロジェクトや、その結果生まれた会社、またその多くの開発者らによるコミュニティまでも指すことがある。もともと2005年に、イタリアで5人の人物によって、もっとシンプルに、もっと安価に、 技術者でない学生でもデジタルなものを作ることができるようにするという目的を据えたプロジェクトとしてアルドゥイのプロジェクトが立ち上がり彼らが極めて安価でテクノロジーには遠慮い人でも理解でき使えるほどシンプルでオープンなハードとソフトのまとまりを生み出すことに成功しそれが人々に還元され数年のうちに全世界に普及した アルドゥイーノ IDE の管理を行い開発コミュニティの窓口となる非営利団体アルドゥイーノファンデーション及びアルドゥイーノ関連品の販売の一元管理を行う営利団体アルドゥイーノホールディングが関わっている。アルドゥイーノはワンボードマイコンの一種であり、I、O ポートを備えインタラクティブな装置として用いることができるものである。 スタンドアローン型で作動させることもでき、また他のコンピュータと常時連携させ、そこで動くソフトウェアをホスト役に設定して、それに従属しコントロールされる形などで用いることも可能なものである。オープンソースハードウェアであり、オープンソースのごく簡単な規定を守りさえすれば、誰でも自由に用いることができ、ハードウェア設計情報のイーグルファイルは、 無料でネット上で公開されている。組み立て済みの基板を購入することもできるほか、誰でも自分自身の手でアルドイーノのハードウェアを組み立てることもできる。アルドイーノがオープンソースハードウェアという概念を広めるきっかけとなったと評価する声もある。アルドイーノボードは入出力ポートの数、ボードの大きさなどが異なる、様々なタイプが用意されており、それらの中から 用途や好みに応じて選ぶことができる。アルドゥイーノを生み出すことになったアルドゥイーノプロジェクトは2005年に北イタリアのイブレーアという街での EN インタラクションデザインインスティチュートイブラヤにおいて始まった。当時ロボットのデジタル制御装置の試作をするために学生が用いることが可能だったのは主にベーシックスタンプであり、これは価格が 当時50ドルほどのし、これは学生たちにとっては相当な経済的負担だと感じられていた。もっと安価な制御装置の出現が望まれていたのである。こうしたことを背景に、イット、マッシモ・バンジ、デビッド・クアルティ・エルズ、トム・イゴエ、ジャンルカ・カマルティの、デビッド・メリスという5人のグループが、もっとシンプルに、もっと安価に、 技術者でない学生でもデジタルなものを作ることができるようにするという目的を据えたアルドゥイーノプロジェクトを立ち上げたこの5人のグループが当時他社らによって検討されていた同様の目的の品々よりもはるかに安価で簡単に使用できるものの開発に成功したアルドゥイーノプロジェクトは2006年度のアルスエレクトロニカ賞で名誉言及を受けたアルドイーボードは 2008年10月までに5万ユニット以上が販売され、その後も順調に普及が進み、2011年2月までに約15万台、2013年時点で約70万台販売された。アルドゥイーノはデジタル制御用のボードというジャンルで非常に安価でシンプルで消費電力が非常に小さく、こうしたボードの中では世界的に一番普及している。 さらに、メーカームーブメントが盛り上がるとともに、その便利なツールとして一層活用されるようになった。2010年以降、IoT への注目が集まるにつれ、アルドゥイーノは、その入門用装置の定番としても扱われるようになっている。なおプロジェクトの比較的初期から、アルドゥイーノという商標の権利を持つと主張し、その設計、製造、 ソフト開発を行う組織は、4人が立ち上げた、アルドゥイノ LLC 社及びジャンルカマルティーノの、立ち上げたアルジョイミ SRL 社の2つに分裂し、対立し、訴訟が起きていたが、2016年に10月に、両社の和解が正式に発表され、2社は統合し、アルドゥイノ IDE の管理を行い開発コミュニティの、窓口となる、非営利団体アルドゥイノ。 ファンデーションおよびアルドゥイーノ関連品の販売の一元管理を行う営利団体アルドゥイーノホールディングという体制にするとされ、全世界のユーザーらから歓迎されより、すっきりとした環境が整った。このプロジェクトを立ち上げたメンバーの一人マッシモ・バンジが、いわゆる行きつけにしていたバーの店名が、バー・ディリ・アルドゥイーノであったので、その店に敬意を表しつつ、 プロジェクト名や製品名に、アルドゥイーノという名を使わせてもらうことにした。リアルドゥイーノは、アルドゥイーノ・ディブレイアでも呼ばれ、西暦1002年にイブレイアの王になり、神聖ローマ帝国のハインリッヒ2世と戦った人物であり、このパブはこの王に敬意を払うためにその名を冠していたわけである。なお、イブレイアには、ビア・アルドゥイーノ・アルドゥイーノ通りという名の道もあり、このバーは、 この道を下方に下り終えたあたりへと近づいたあたりに、ある、あった。アルドゥイーノのアルドゥイーノデュエミラノブ、アルドゥイーノ基板上には、アトモル AVR マイクロコントローラを中心とした、回路がある。少なくとも 5V シリーズレギュレータと 8MHz もしくは 16MHz もしくは 84MHz の推奨、振動子が含まれる。マイクロコントローラには、ブートローダが、事前に、 プログラムされている。概念レベルでは RS-232 シリアル接続でプログラムされるが、ハードウェアの実装はバージョンによって異なる。シリアルアルドゥイーノ基板には RS-232 レベルの信号を TTL レベルの信号に変換する単純な回路が含まれる。r d ドのほとんどの現行モデルは USB 経由でプログラムされるため、 USB2 シリアルアダプタチップが表面実装され、USBB タイプかミニ B タイプの端子が付いている。アルディのミニや非公式のボードのといった基板では、ホストコンピューターとの接続を基板外の USB2 シリアルアダプタやケーブルに任せている。アルディの基板はマイクロコントローラーのオ O ピンのほとんどを、 他の回路で使えるようにそのまま開放している。アルドゥイーノの主要モデルでは14本のデジタルアイ、O ピンが利用可能で、そのうち6本はパルス幅変調信号を生成でき、他に6本のアナログ入力がある。これらのピンは基板の一方の端にあるコネクターに集約されている。ここに接続するシールドと呼ばれる応用基板も発売されている。 アルドゥイのデュエミラノブの後継機、アルドゥイの UNO では、フトディ製の USB シリアル変換 IC を使わずに、USB インターフェースを装備した AVR マイコンを搭載し、このマイコンにプログラムすることで様々な USB デバイスとして動作させることができるようになった。アルドゥイの NG、アルドゥイの DH ミラー、アルドゥイのメガ g 2 5 6 0アルドゥイのプロミニ。 サイズが18メートル MX33 ミリメートルと小さいリリーパッドアルドゥイーノリリーのような形のアルドゥイーノ衣服やカバン等々に縫い付けて使用することなどを想定したもの花弁の穴に導電性の糸を通して衣服等に縫い付けることで回路を作るオリジナルのアルドゥイーノハードウェアはアルジの SRL が製造しているこれまでに 商用製品として製造されたアルドゥイーノハードウェアには以下のものがある。生産終了。アルドゥイーノの上に積み上げて使用するシールドがアルドゥイーノおよびサードパーティーから発売されている。下記はアルドゥイーノから発売されているもの。下記はサードパーティーから発売されているもの。アルドゥイーノを動かすためのプログラムをスケッチスケッチと言い,い、このスケッチを編集。 転送するためのソフトウェアの代表が、アルドゥイの IDE である。アルドゥイノ上のプログラムはスケッチと呼ばれる。C 言語のような構文のプログラミング言語である。元は、ワイヤリングから派生した言語であり、制限の多い基盤向けに、最適化されている。ファイル拡張子は、イノであり、テキストファイルとして保存される。最小限のスケッチは、2つの特別な関数で、 構成する。LED 点滅の例入門者が典型的に試みる最初のスケッチは単純に LED を点滅させるブリンクというものである。デファイン LED ピン13ボイドセットアップピンモで13番ピンをデジタル出力に設定する。ボイドループデジタルライト LED を点灯する。ディレイ1秒待機する。 デジタルライト、LED を消灯する。ディレイ、1秒待機する。スケッチの編集、転送用のプログラムであり、アルドゥイーノの統合開発環境の代表格。エディター、コンパイラ、スケッチの転送機能などを含む、ソフトウェア開発に不慣れなユーザーでも、容易にプログラミングできるよう設計されており、そのためにプロセッシングをベースにしている。プジュのプジュの音は、 アルドゥイーノのプログラム開発のための統合開発環境の一つであり、ビジュアルプログラミング言語ピュアデータを元に開発されたものである。ホスト PC 側で MAX またはピュアデータを使用し、アルドゥイーノの開発にプジュノを使用することで一貫したビジュアルプログラミング環境が提供される。画面上にグラフィックとして、アルドゥイーノのデジタルポートやアナログ入力ポートが 表示され GUI によって各ポートのデータの流れをプログラムする。非常に簡易にフィジカルコンピューティングが実現できるため映像、音楽方面のアーティストによって利用されている。アルドゥイーノのハードウェア設計はクリエイティブコモンズアトリビューションシェアライク2 5ライセンスで提供されており、アルドゥイーノのウェブサイトで入手可能である。 レイアウトなどの情報もいくつかのバージョンのものが公開されている。統合開発環境のソースコードと基盤上のライブラリーは GPLV にライセンスで提供されている。ハードウェア設計もソフトウェアもコピーレフトライセンスで提供されているが、開発者はアルドゥイーノという名称が商標の普通名称化となることを避けたいと考えており、許諾なく、 派生製品に使うことを禁じている。アルドゥイーノという名称の使用に関する公式方針文書では、プロジェクトが第三者による作業結果を公式な製品に組み入れることについてオープンであることを強調している。ハードウェア設計もソフトウェア製品もオープンソースである。ため、他の設計者、製造業者も互換機製品をリリースしている。なお、 前述の名称問題のため、アルドゥイーノという名前は使っていない。公式のウィキサイトアルドゥイーノプレイグラウンドには、互換機の情報を掲載する場が設けられている。アルドゥイーノアトハートプログラムに参加し、売り上げの5%以下を支払うことで、互換機として紹介され、アルドゥイーノ IDE のサポートを受けられる。現状、 AVR の ATME が328、ATME が1280、ATME が2560、ATME が 32U4、SAM3X を利用していることが条件。アルドゥイのサーティファイドとして、公式の認証を受けた、アルドゥイの商品として、インテルガリレオや、インテルエジソンがあり、アルドゥイの IDE でもサポートされている。AVR 以外の CPU でも認証を受けられる。 アルドゥイーノ IDE のハードウェアフォルダ内の坊主 TXT を書き換えることで対応するマイコンボードを増やすことができる。このような例にアーテックの下デューノなどがある。正確には把握されていないが公式ボードの非公式クローンの販売台数は公式分よりも多いと予想されており中国などの製造会社が安価な商品を生産している。アルドゥイーノを使い アトモル AVR のマイクロコントローラに、アルディノ ID で書いたプログラムを転送することができる。まず、アルディノボード自体に、アルジョナ ISP プ,プログラムを、スケッチの例から選んで転送し、アルディノボードと AVR マイクロコントローラを、適切に配線し、アルジョイノイドの書き込み装置の設定を、アルディノアズ ISP にすることで転送ができる。 アルドゥイーノで使われている AT メガ328などのマイクロコントローラだけでなく、AVR のアタイニーなどのより安価で小型のマイクロコントローラにも転送できる。設計はアメリカの企業アルドゥイーノ、LLC が行っている。会社の創業者はマッシモ・バンジ、デビッド・クアルティ・エルズ、トム・イゴエ、デビッド・メリス。生産はイタリアの企業。 アルドゥイの SRL が行っていた。アルドゥイの SRL の創業者は、ジャンルカマルティーノ。2015年1月23日に、アルドゥイーノの権利をめぐりアルドゥイーノ、LLC とアルドゥイーノ SRL の間で裁判が発生した。国内正規販売代理店が2008年に大幅に増え、入手制は大幅に改善された。 メガの発売日の2009年3月26日には日本を含め初めて世界同時発売となったアルドゥイーノウノに加えてブレッドボード、センサー、リレーなどを用いて音に反応してモーターが動くシステムを試作している様子メディアを再生するアルドゥイーノを用いてヘキサポッドの動きを制御している様子フリツィングありがとうございます